トニー・カーティスは、アメリカ合衆国の映画俳優、映画プロデューサー、画家。本名、バーナード・シュー,ウーツ。ーニューヨークのブロンクスクで生まれる。貧しいハンガリー系ユダヤ人移民の長男であった、カーティスは、少年時代は、貧しさから飛行に走るが、後世死海軍に入隊。除隊後に演技を学び、エージェントに見出されて1948年、ユニバーサル映画と契約し、 バートランカスター主演、裏切りの街角の早くで、俳優デビューを果たしセリフのないダンスの場面で、ユニバーサルにファンレターが殺到。翌年ジェームズ・スチュアート主演の、ウィンチェスター173兵士役で助演。奇遇にも生涯の公敵主となるロック・ハドソンが、数族の宗長役で助演。初主演は、海賊王子である。1950年代から甘いマスクの二枚目スターとして、 活躍、マネーメイキングスターの上位に位置する売れっ子となる。また、手錠のままの脱獄での演技で、アカデミー賞主演団優勝にノミネートされている。主な出演作は、ランカスターと組んだ空中ブランコと成功の歓喜香り、同じくニューヨーカーのカーク・ダグラスと共演したバイキングとスパルタカスだが、本領発揮はコメディ演技で、ケイリー・グラントの 1> 第1回独立プロ作品、ペティコート作戦の副官長役で成功。さらにジャック・レモンと W 主演のお熱いのがお好きとグレートレース以降はヘンリー・ホンダが共演したコメディ結婚戦果に実在の犯罪者を熱演した考察魔といったように対局キャラクターを演じきり、そして国際ウォールスターキャストモンテカルロラリーに主演暗黒外の顔役。 マリリンとアインシュタインなど、テレビシリーズ、ダンディに華麗な冒険では共演のロジャー・ムーアとの絶妙なコンビネーションが光った。1978年の、頑張れ、ベアーズ大旋風日本遠征マイナスでは、若山富三郎らと共演、来日もしている。その映画の中で、マスクマンとなり、日本のプロレスラー、アントニオ・猪木と対決する場面があるが、 マスクをかぶっているため本人かどうかは不明。2005年、クエンティン・タランティーノが監督した CSI 科学捜査班後のシーズンフィナーレに特別出演。2006年には肺炎で一時帰得状態となったが、2008年映画デイビッド・ファーティマに出演し復帰した。同年、自伝、アメリカン・プリンス、A メモアールも出版している。2009年、お熱いのが、 お好きで共演したマリリン・モンローとの不倫関係を著書ザ・メイキング・オブ・サムライ・クイット・ホットにて告白した。2010年、ネバダ州で開催されたアートイベントに出席している最中に呼吸困難に陥り入院したと報じられた。結婚歴は5回で女優ジャネット・リーやクリスティーネ・カウフマンの夫でもあった。リーとの間に生まれた次女は女優のジェミー・リー・カーティス。 晩年は、画家としての評価も高かった。2010年9月29日、ネバダ州ラスベガスの自宅で心不全のため死去。85歳没。カーティスの医師により、およそ4400万ドルの遺産はすべてカーティスを、見取ったジル夫人にのみ残されることとなった。2009年、自伝にサインするトニー。ありがとうございます。